こんにちは、国家市議会議員の糸目雅樹でございます。いつも私の YouTube チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日はですね、佐藤和夫さんの、お話を聞きにやってまいりました。山口桜田さんもご一緒していただいております。佐藤さんはですね、次1回ですね、緊急国民集会というのを、開催されてまして、私もそこに参加させていただいたご縁でですね、なんとかご一緒させていただきまして、本当にすごい活動をたくさんされている方で、尊敬している方のお一人でございます。で、今日は佐藤さんがそもそもなんでこういう活動を始められたのかとかですね、そういったことをですね、とかご自身のですね、経歴とかですね、そういったことを、お聞きしていきたいなと思いますので、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いをいたします。はい、佐藤和夫と言います。よろしくお願いします。74歳に、なります。で、自衛隊に入ったんですけども、自衛隊を辞めて、56で辞めましたんで、かれこれ、何年になりますかね、活動を地としてやらせていただいてます。なんか私実は一般大学の出身で、防大じゃないんですね。はい、で最初慶応を卒業してから商社に勤務していて、でその時に三島事件にぶつかって、それで私は慶応で政治学を勉強していたものですから、ああいうクーデーターはいけないと、三島事件はああいうことをしちゃいけないという立場で自衛隊に入ったんです。だけど三島さんの命を懸けた行動というのに対して非常に衝撃を受けましてですね、で自衛隊ということに対して初めて関心を持ったんですよ。それまでは私は外交官になりたくてですね、外交の方に軍事よりも外交だということで、自衛隊の字の字も向く気がなかったんですけども、三島さんの事件で初めて自衛隊というものを見て、で自衛隊にもう当時体が何回も入院してて、商社で働きすぎてですね、ダウンしてた時なんで、その死の在り方に対して非常に衝撃を受けまして、二等陸士から自衛隊に入ったんですよ。で最初に二等陸士で入って赴任した先が竹原駐屯地という富士山の裾野にある、いわゆる富士学校の分屯地なんですけどね、そこは三島由紀夫がみんな指導した教官たちが全員いて、で三島さんの火があるんですよね。彼らはこっそりし三島さんに対して尊敬の念を持っていて、体験入隊されたんですよね、三島さんが。そうですね、はい、盾の会のメンバーとしても、はい、で三島さんの評価はですね、彼らはなんでそういう盾の会みたいなね、ビジュアル系 の洋服を着ているのに、このダサい自衛隊に入って陸上に来たんですかって聞いたら、僕はもう国内戦を想定して左翼と戦うために陸上に入ったんだという、その頃からもうそういうふうに言ってたんですね。で私その二刀陸士でいましたけども、時の副隊長が幹部構成の試験があるから、受けたらどうかということで、その年に幹部構成の試験を受けて久留米に行って、でその後会計職種に移ったんですね。でその会計職種を北方の会計隊というところに行ったんですけども、その隊長が、寺尾勝美さんといって、三島事件の時に背中をバッサリ切られた方なんです。で森田市長と格闘したなんて人なんですね。だから2回とも三島由紀夫には会ってないんですけど、三島由紀夫と縁があるんです。で最後は自衛隊辞めた後、アルソックという会社の、子会社の総計ビルサービスで、その時の上司が菊池勝夫さんといって、三島由紀夫が恩師と仰いだ方なんです。ずっとその行動の一連の流れについては、彼はずっといろんな相談を受けていた人なんですよね。だからいろんな場面場面で私三島さんと縁があって、今の活動もその三島さんが私の後ろにいるというような感じでやってるんですよね。なるほどなるほど。で私が自衛隊に入った頃はやっぱり T 訓練といってね、治安行動訓練をやっぱり竹の棒を持って盾を持ってやってたんですね。で当時は
東大紛争が終わって、はいはいはい、淀も事件があって、うんうん、その後何が起きたかというと、うん、浅間山荘事件が起きたんです、うん、でそういう時代でしたから、うん、しかもあの浅香駐屯地ではですね、警備に向いた陸士長があの殺されるって秀朝よくにね、そういう事件もあったんです、うん、浅香事件というのがあって、まあ、非常にまだ緊張した時代だったので、うんうんうん、だったんですが、あの浅間山荘事件の後左翼が仲間内をこう殺します、その話で思うんですよね。であの悲惨な状況を見て一気に左翼運動は下火になるんですよ。だからあの自衛隊というのは本来外敵の手で向かうというあれがありますけども、私は外敵の問題については日米安保条約でアメリカがあの日本に、ね、基地を設けて朝鮮半島であれベトナムであれ外の火の粉はアメリカが払ってるわけですよ、うんうんうん、だから日本が専守防衛である限り、あるいは出向くことは向こうが攻撃してこないから出向くことはない、そういう一方で内戦があるか、三島由紀が心配したよね、うんうん、内乱があるかというとそれもあの左翼の関係派の行動によってね、もう一気に下火になったわけですね。で私はね、自衛隊に行ってこの前いたって戦う場面がなくなるんじゃないかと思ったんですよ。内戦も外戦もない。その時にイラン・イラク戦争が起こりましたよね。でイラン・イラク戦争で日本は石油を止められて初めて戦争に行かざるを得なかったあの歴史がありますよね。だから石油を止められるかもしれないというこの危機に、僕はあのたまたま外務省からあの大使館の警備要員として警察と自衛隊に要員を差し出してくれという要望があって、その時に手を挙げてアラブ首長国連邦という中東に行ったんですね。でそこでイラン・イラク戦争の状況をずっとウォッチングする機会に恵まれたんです。でイラン・イラク戦争はもう長い間ずるずると続いた戦争なんですが、ある朝日新聞の貞森さんという記者が特派員が私に来て、佐藤さんどう思いますかって取材した時に、この戦争はイラン・イラク戦争じゃなくてイライラ戦争でしょって言ったんです。その言葉がもうウィキペディアでイライラ戦争って出るんです。ということはどういうことかというと、朝日新聞の報道の力っていうのはすごいということを目の当たりに、私のただの発言がそういうウィキペディアに載るような状況になるということが、朝日新聞が例えば慰安婦問題でもね、ああいう間違った発信をすればガーッと世界中に広がるということの、まあ、恐ろしさというかね、そういうのを知ったんです。でその後ですね、タンカー戦争がボンボン起きてですね、日本の船長さんも、まああのまあ、頭パーンと跳ねられて亡くなるんです、うん、で私がそこに行って、下手人は誰かっていうのを調べたかったんですね、うん、どこの飛行機がそれやったんだ、これで、その砲弾の破片をですね、あのこっそり持って帰ったんです、うん、でこの砲弾っていうのはですね、実はその、 あのドバイのところに船にあったんですけどね、警備で来て、うん、ドバイ警察の所管のものなんです、うん、それこっちこのこと言ったらなんですけど、持ってちゃいけないんですよ。だけどそれで調べてもらったらイランだということが分かって、それでイランに抗議、こういうあのなんていうか抗議をするというようなことがあって、でそのタンカー戦争がまさに私が心配してたあの石油ルートがやられるかもしれないということで、うん、もう船会社の人も、佐藤さんこれからどうなるんですか、どうしたらいいんですかという相談をたくさん持ちかけられたんですね、うん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 、でその時にあの彼らが考えたのは、タンカーの時にでっかい日の丸を掲げることだったんですね、うんうんうん、で日の丸を掲げるということは、中東はですね、日本によって独立したんです、うんうん、まあ、直接戦争はしませんけど、うんうん、あのアジアが一気に大東亜戦争が終わった後独立しますよね、その流れを受けてイギリスは引っ込むわけですよね、うん、で中東がどっと独立する、日本のおかげだと思ってるわけですから、うん、イランもイラクも日本日の丸を攻撃してないんですよ、うん、だから佐藤正久さんなんかがイラク戦争終わって復興に行かれましたけど、全部に日の丸のマークがつくんですよ、うん、それは安全マークなんです、うん、日本にとっては、うん、いかに我々は先人に守られてきたかって、タンカーもそうですけど、うんうん、言っても日本人だから、まあ、守らなきゃというふうなことがあったということですよね、まあ、そこで私改めて日本っていうの先人はすごいなというふうにあの思いましたね。それであの実はその後ですね、大韓航空機事件が起こり、その時は私はもうあの日本に帰っていて、私の後輩なんですが、あの時にキム・ヒョンヒが捕まるわけです。でそれを発見したのも私の後輩で航空職種だったもんですから、これはおかしいと、インド上空で瞬間に消えるということはありえないと、うん、必ずいろんなあの
音とか発信とかになるわけで、瞬間に消えたってことで、これはテロだと判断したんですね、うんうんうん、でテロだと判断して、ザーッと起きたら八山真由美にぶつかるわけですよね、うんうんうん、で彼のあれで拘束して、あの八山真由美があのキム・キョンヒとしてね、あの日本人を拉致してましたっていう話が出るわけですよ。だからね、オリンピックを阻止するために北朝鮮がやって、うん、で、あのこれがそのままいけば、あのなんていうか、日本がテロリスト国家になったっていう、うん、韓国のオリンピックを邪魔したっていうようなことになりかねないのを防いだわけですよ、うん、ところが彼の矢原君っていうんですけども、彼は北朝鮮のその拉致問題を明らかにしちゃったもんだから、うん、ずーっとその恵まれない人生を送るんですね、うん、これは一つ の闇社会ですけども、それは自民党でも新北派がいましたしね、うん、外務省もそういうふうに外交することが、国を解決することが先だというふうな人がいてね、余計なことをしたっていう感じがあったんですよね、うん、それは起こっちゃいけないじゃないですか。そういう流れの中で、その拉致問題もなかなかその解決 しないところ、ポッとこの対韓航空事件で明らかになって、うん、その後、ま、それでもまだずっとこのような状態についているということもあります、うん、で、あの国際貢献が初めてそのイラク戦争の時に出たわけですけど、うん、要は日本は自衛隊はソ連がその前に崩壊するわけですよね、うん、ソ連が敵だと指摘だとして、私も北海道に回っていましたけど、指摘だって言って言ったけど、ソ連が崩壊しちゃったもんですから、自衛隊の存在意義がなくなった、うんうん、どうするかって言った時にこのイラク戦争が何がこう起きてくるわけですね、うん、で国際貢献っていうのがダーッと出てきて、それで自衛隊の評価があったのと、東北の大震災とか、あの阪神・淡路大震災とか、災害がまた次から次と起こったんですよね、なんかサリン事件もそうですよね。それで自衛隊の役割っていうのが一気にクローズアップしてる。で、私があの福井の福井地連部長を実はやってたことがあるんですけど、その時にロシアのタンカーが座礁して油が流れた流出事件ってご存知ですかね。うん、うん、そこで私は初めて、まあ、地連の人間は陸海空の人間をあれするんですけど、うん、陸海空が初めて災害派遣にダーッと出た、うんうん、最初のあれだったんですね、うん、イベント、うん、それから、まあ、陸海空がいろんな形で共同連携してやるようなことになって、うん、初めてじゃまとめるところにいらしたんですか。いや、福井県の中でやってるんですね。で、福井県の金沢駐屯とか、うん、小松基地とかありますからね、舞鶴 の海上の自衛隊の基地がありますから、そういう人と連携して、まあ、我々が指揮するわけじゃないんですけど、そういう人たちの連携をする上で、まあ、自衛隊の協力団体だとか、いろんな人がみんな一生懸命サポートする、そういうことをやってた。で、自衛隊はこんなに頑張ってんだよということを PR したかったんですけど、特に海上自衛隊が長い間そのオイルをこう取るのにね、うん、もう日本海の荒い波でこうやってやるんですけど、すぐゲロ吐いてしちゃうような状況の中で、取材に来ても取材に来ないわけですよ、はい、だから東尋坊の瓦礫の鉄壁のところに油がついても、そういうところには取材に来ないわけですよ、うん、で自衛隊は取材に来ないから、こうやってこういうところでやってんだよって言って、その終わった後写真展をやろうって言ったら、うん、うちの広報室長がこのことやったら自衛隊に誰も来ませんよって言って、で自衛隊は一番災害派遣で一番危険なところに常にやらされて、その東北大震災でも原発のところに水を撒いた、あれもそうだし、だから自衛隊というのは非常に、いざという場合はやっぱり最後の日本の砦だということなんですよね。でそのオリキというのは私の同期で東幕以上でその時指揮してたんですけども、東北の総監を長にして海空を下に入れたんです。こんなことはね、普通はできないんですよ、うん、それをやって指揮系と一元化してこの東北大震災に向かわせた、うん、そしたらこの終わってからの自衛隊の支持率が9割まで、はい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 、だから彼は女功労者なんですけど、うん、実際にまだその自衛隊は命を対岸に取り合う戦争はしてないんですよ、うん、でほとんどの人はね、まだ戦争は悪なんですよ、うんうん、けど戦争は本当に悪なのかという、まあ桂木奈美さんが本出されてますけど、はい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 、我々はそこの自分自身に問いかけをねしないと、うん、日本は本当に立ち上がれないなというふうに思っています、うんうんうん、
次の質問してください。いやだけどね、本当にあのなんかすごい中身の怖い話が一気に来たんで、どうコメントしていいかってのがあるんですけど、あの確かにね、あの自衛官 の, あの潮目っていうのは、自衛隊の潮目っていうのは大きく変わったのが震災の時ですよね。あの時まではあの私も職場であの予備自衛官になったのがちょうどあの頃なんですけど、職場の上司からお前危険人物やなって言われてたんですよ、あのちょうど震災の直後なんですよね。でもあの後みるみるあの自衛隊のイメージが変わって、それまで危険だって言ってたのが、急にあの子供たちがあの迷彩服が着たいとか言って地元でもイベントをするようになってきて、もうガラッと変わって、もう自衛隊憧れる人がもう続出するようになってきましたね。だから今自衛隊 の, あのことを言って悪く言う人はもうまずいない、ただ反対に災害の時に出てくる人ってそれだけの面で、戦いはあんまりしないよねみたいなことを言い始めたら、それはおかしい話で、私だから自衛官ですから、若い頃、家族は自衛官です言えないんですよ、言ったって絶対結婚相手として恋人相手として見てくれないんです、で私はだからお見合いでね、あの結婚したんですけど、お見合いでもうち の, あの母親がね、この子はすぐ自衛隊辞めて帰ってくるからっつって騙してそれしなきゃならないような状況だったんですよ。で最近はね、自衛隊の人はモテるんですよ。そうなんですよ、だから婚活パーティーよくやってるんですよね、自衛隊で。だけど本当は自衛隊はそういうしっかりしてて私を守ってくれるんじゃないかというけども、自衛隊は一番守ってやらなきゃならない時に外に出て守れないんです、このこと言ったらまさに自衛隊に困るんですけどあの震災の時はそうでしたよね、家族の安否を確認しないまま被災地に行ったっていうことはね、だからあの私を守ってくれるかって思っちゃダメですよ、私も頑張る、あなたも頑張ってっていうふうにならないとダメですよね。本当に厳しい任務をあの背負っておられるなということをあの、すごく痛感しますし、本当にそれにありがたいなということをあの、思います。それあのそういうふうに思ってね、たくさん自衛隊に入っていただくことをね、本当に願ってます、はい、ありがとうございます。まあ、時間の都合もあるので、ちょっと次の質問をさせていただきたいんですけども、あの佐藤さん、なんか伊藤家選挙に出馬されたことがあるということを、聞いてますので、ちょっとそこの詳しい話をまた教えていただけると、あの実際いつ頃どこで、どの選挙に出られたのか。まあ、私65歳になってですね、まあ、あのその先ほど言ったアルソックでの仕事も終えて、何しようかなって言った時に、まあ、あの集団検診、まあ、検診を受けたね、65歳、で、あなたは大腸がんですってことが分かったんですよ。それであのもうあの私一回大病してますから、もう65歳まで来たら十分だからってことで、僕は残された時間を社会運動にかけるってやり始めたんですよ。でそのやり始めた時に中山京子さんとチャンネルラジオで対談して、中山京子さんが佐藤さん、あの北海道の、おそらく北海道誰も立つ人がいなかったんですよね。で北海道に地方で立ってくれないか、それは西村慎吾さんとか中山成明さんを当選させるためのまあかかしみたいな存在だったんですね。であの京子さんと私のポスター、2連ポスターで、まあ地方区でしか入らない、全国はポスター貼れないんですよ。で初めて中山京子さんが日本の心っていうのを作ったけど、日本の心の名前をもう PR する場面がないわけですよ、ポスト貼れる全国だけだけど、で全国2人とも全国ですから、中山会のチームは、だから宣伝ができないから地方区の主要な地方区に立候補者をさせないとダメだということで、私は北海道の地方区で10番目、もう告示寸前滑り込みで入ったんです。だから私友達にね、お前落下山候補ってあるけどお前の場合は落下山もついてないなって言われて人も金も何もないですけど、要は日本の心を知ってもらうために、あので京子さんの粘りを頼りに行ったと。で抽選でくじ引いたら私が5番目でですね、ポスターの中に5番真ん中ポコッと開くわけですよ。これじゃあ俺なんか佐藤っていうのは立候補したらしいけど、なんかポスターも入らないって言われるからね、私は自分の車をあんであの北海道まで行ってずっと選挙期間中ポスター貼り付けた。1万5000掲示板あるんですよ、世界日本一広い選挙区なんですよ。そこでわーっとで、その時に赤尾由美さんが来て手伝ってくれたりしたんですけど、まあそういうあの、まあ、何もない選挙だったんですけど、北海道の全道一区です。全道参議院選挙、ね、選挙区選の方なんですね。当時ね、2名から3名に増えたんですよ。それでそのこの1名をね、大体自民と、あの民主党が取るっていうのになってて、この3名を誰が取るかって、民主が自民が取るかということで、その非常に注目があった時に保守の日本の心がポッと入ったもんだから、
メディアは私を追っかけてね、露出度は一番高かったですね。あ、そうですか、うん、おかげでね、結構票取ってね、うん、自民党の票割っちゃったんです。あ、私後で言われちゃってね、あんまり何してんですか。まあ、でもね、私はね、あの当時はあの日本の方が、あのその TPP は反対、うん、自分ではね、反対だったし、うん、あの結構あの考え方が自民党とは違ったんです、うん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 、で最後の時ですよ、うん、最後の日みんなあのわーっとあの、うん、最後やるじゃないですか、うんうんうん、選挙の、ね、前の日、うん、その時に私は札幌の駅前で後ろに女房がいるんですよ、うん、で皆さん悲劇喜一郎っていうのご存知ですか、北海道を救った人なんですよ、二大人を救った人なんですよ、うん、だけど皆さん北海道の人は知らないでしょ、どうしてですか、戦後ずっと軍人は悪者にされて、うん、軍人がいいことしたのは全部据えられてきたんですよ、うん、ところが今北海道では中国の資本が土地をどんどん買い、資源を買いね、あるいは中国の移民がどんどん入って、今や日本もウィーンのような状況になりつつあるんですよ、うん、これでいいんですかってわーっと叫んできたんですけど、聴衆は誰もいないんですよ。あ、で私今度ね、あのこの、はい、これにね行って、最後締めの言葉をあの言ってくれって言われたんですけど、ものすごく縁を感じるんですよ、樋口喜一郎のことをあの当時語って、今度みんなの前で語れるっていうこともね、非常にあの喜びを感じてるんですけどね、そういう日本の大きな問題が北海道にあったんですよね、うん、で私はあの出たことについて非常にあの1万5000も実際には払いませんけども、でもできるだけのことはやったという思いがあったので、そのすぐあの記者の人が当落のインタビューに行くんですよ、ね、うん、あの開票の8時にバッと私があの事務所の中でホテルに女房といたんですけど、うん、ホテルにバッと来て落選 の, あの感想をつって、まだ開票もしてないの落選の感想をつって、で私はもう充実に溢れてたからニコニコしてたら、佐藤さん困るんですよ、あのちょっとがっかりした顔してくれましたまあ、そういうような、要は、まあ、まあそれは事実なんですけどね、それだけ地盤が何もないないつくしてやっててそうなんですけども、まあそういう状況で、でも私は言いたいことを言ってきたと、でこれが実際に今土地の規制の問題についてもようやく国会で議論されるようになりね、樋口喜一郎さんの銅像ができるようになってね、まあ私はまあ私がやった あれではないにしてもですね、あ、やっとそういう方向に向いてきてくれたなってちょっと喜んでますね、うんうん、それはもうだから大きな影響力を残して、いただいたということは、まあ、ことかどうか分かりませんけども、まあ少しは種の一粒や二粒は、いや、それは大いにあったと思いますけども、うんうん、なかなかあの選挙って、まあ、私もまだあの議員の端くれとして選挙をやらせてもらった中で言うと、政策で選ばれないんですよね、なかなかね、やっぱり誰と仲良しが何人いるかっていうのがどうしてもやっぱり一番土台になってきて、あの政策で決めてる人がほんの、 あの1割もいればいい方かなっていう、そこのやっぱり日本の選挙の在り方っていうのはやっぱりもうちょっとこう、あのやっぱりレベルアップしていかないと、あの国は良くならないのかなっていうことをものすごい感じますよね。その中でそれだけ取られたのがすごい、やはりすごい説得力があったのと、うん、お人柄が現れたのと、当時はね、私はね、記者会見道場でやった時に、私は実はがんなんですって言った、ああ、中山成さんが行くにびっくりしてねそれはがん治れない中で選挙をやってたんですか。あの私、がんは選挙された時は一切病院行ってないんですよ、うん、あのこいわゆる我々も65歳まで行ったら十分だということで一切行ってないんですね、うん、で、我々はね、医療費にともうお金をいっぱいつぎ込んでるけども、うん、私みたいな例もあるんですと、うん、人生前向きに生きることによって、うん、あの実際に医療費はそんなかからないんです、うん、あの夕張がいい例じゃないですけど、夕張が病院がどんどんなくなってみんな帰って救急車が走らなくなってみんな元気になった、うん、で今医者っていうのはやっぱりお金が儲からないと成り立たないので、はい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 、医者はですね、かえって抱えることによって悪くなる可能性だってあるんだと、うん、でむしろ精神的に前向きに来てる方がよっぽどいいんだって。今のコロナ の, あの自粛なんていうのは病気には最悪ですよ、はい、もっと前向きにね、やれるような生き方をしないかということを言って、うんうん、それは医療費の問題に対してもこうなんですよという話をするために、まあ歴史文史とかあのね、あの中国の進出もありますけど、医療に関しては私のことが題材にして話したんですよ、うんうん、
いやだけどそのすごいですね。だけどそのがんがまだその、ね、宣告されて治ってない状態で、いや治ってないかどうかわからない、この大腸結腸でがんですって女房と一緒に見て、ここ切らねえかんですよって言われても、まあでもそのままもうその後病院に行かずに社会貢献のために奮起されてた、それはすごい並大抵の決断じゃないですね。実際ね、あのがんになって入って病院に行ってすぐ亡くなってる人たくさん見てるんですよ。だから病院に行くとね、病人になっちゃうんですよ。だから私は病院には行かないそう、でまああとは天命だからね、その天命で言ってるんだって。でちなみにその癌はどうなったんですか。知らんで、だから病院行ってないから。あ、今もわからない。病院行ってないからわかんない。だからみんなないんじゃないのって誰も心配してない。全然その癌を誰も心配してくれない。ここではないですよね。今や誰も心配してくれない。じゃもう最初は千羽鶴って子供の方が心配したけども誰も心配してない。へえ、すごい話ね。そういう例もあるんですか。そうそうそう、まあ人それぞれですからね。私のことを押し付けるわけにはいきませんけども、やっぱりあの気持ちが大事だということは皆さんに伝えたいですよね。すごいこう溢れ出てくるお気持ちでも今横でお話聞いてても本当にすごいすごいすごいオーラーも横で言ってて嬉しいしと感じますけど、いやそのあのパワー本当に私も見習わせていただきたいです。本当にもう今日すごい今のこの時点ですごい刺激をいただいてます。私はね、英霊の目を守る検証する会っていうのをその社会運動で立ち上げたのは、結局英霊の人っていうのは国のために戦ってやったのに、はい、もうひどいことやったとか、ね、慰安婦にやってひどいことやったとか、なんてとかそういう言われますけど、決してそうじゃないんです、はい、知れば知るほどおかしいっていう話になるんですけども、はい、我々自衛官がもしそういう局地に場面に立ったら同じようにされる可能性あるわけですよ、ね、だから先人のね、その貶められたことについては我々が解消していかないと。そうですね、今度後輩が実際に先人って何かあった時、あの先生だ、バカタレがとかって言われるようなことをしたら、何のために命がけで戦ったのかっていう、そこをね、発見しないといけないという思いがあって、私のね、元気をさせる元はね、英霊なんですよ。お前頑張れ、死ぬな、お前は生きてる限りはその俺の屈辱を晴らしてくれっつって言っとると思うから、私はその気が出るんだろうと思ってるんですよね。実はこういうものを、まあね、あの緊急国民集会というのを昨年からずっと1年間かけてやってるんですね。で、実は習近平国民消費反対デモ、はい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 、まあ、中村社長さんっていうのはやってくれないかって言って、まあ、補修だよね、2、300が政治ですよってね、1万円できるわけないんじゃないですかって言って、僕は一生懸命やるんだって言い出して、うん、じゃあ分かりましたって言って、私がどうやったらそうなるかっていろいろ重ねて、まあ、やって、まあ、当日はコロナの話もあり、習近平ももうコロナで延期するという話もあって、雨が降ってひどい時だったんですけど、それでも1000人ぐらい一応集まったんですね。うん、でその後を受けてですね、佐藤さんどうやったらこの保守運動をもっと盛り上げるようになるかねということで相談を受けて、まあやるんだったら来年の衆議院選挙に日本の主権を守ることを一生懸命やってくれる議員さんを応援すべきだ、そのためのイベントをやりましょうということで、このずっと一つ一つがですね、その主権を全てかかるわけですね。主権を守ることに関わることに対してどれだけ皆さんが熱心でいるかということを思うんです。で、もう最後空10の段階に来たんですけども、10回、今度の17日、今月の17日、はい、世界に起こる皇室の伝統を守り抜くというテーマで、村田春樹さんと竹内久美子さんをお呼びしてやります。竹内久美子さんはこんな本をウエストがくびれた女男心見通しと書いて、この下のところにですね、女系天皇誕生が日本を小室王朝にさせちゃうというようなことを書いてて、まあ、実際の竹内さんは動物園の観点から非常に危ないですよという、こう危機をね、言うという場面です。それからもう一つは来月ですけども、諸橋重和さんということと茂木宏美さん、この方が自主憲法を出ないと、まあ、本当の主権回復にはならないんだと。まあ、実際に憲法改正の論議すらね、今なかなか3分の2の多数が取れないということでずっと引き延ばしの状態になってますけど、憲法改正しなくてもできるんだというお二人の読んでですね、お話しこうという企画なんです。で、まあ、この時には最後ですから議員さんをお呼びしてスピーチをしてもらいたいんですが、
自主憲法やろうよという議員さんがどれだけ出てくるかね、これ一つ楽しみにしてるんですけど、まあ、そういうようなことを私はやらせてもらって、だからやることって山のようにあるんですよね。で今の今回のチベット流の香港の人の人権の侵害の法案ですけども、これについてなかなか国会がまとまらない、はい、欧米諸国がまとまっているのに日本がまとまらない、うん、一番身近に脅威を受けている日本の最前線の日本がまとまらない、はい、これがみんなで応援しようなんて気にならないじゃないですか。それまとまらない理由はどこにあると。やっぱ公明党だと思いますよ。公明党がですね、うんうんうん、やっぱり日中国交の時にですね、塩村さんがもう日中国交改革よろしく頼むと、うん、池田大作さんに言って、もう池田大作さんはそう思われて、そうだもう世界の平和だって思ってやっちゃってるんですけど、もう完全にいい人なんだと思うんですよ、うん、全員で取るんですよ、うん、ところが彼らのやってるウィングチベットの人は全員じゃない、最初は全員で行って、ああそうそうですかって、我々貧しいんですとかなんで、うん、どんどん入っていって過半数になったらガラッと変わるんですよ、うん、でそういう歴史を見てきているわけです、うん、で中国の歴史っていうのはもう虐殺の歴史ですからね、はいはい、その虐殺の歴史っていうのはそんな簡単に民族性が変わるわけじゃないので、そういう人たちと仲良くするっていうことはどういうことかっていうことが本当にあまりにも何ていうか能天気と言いますかね、うんうん、私は天安門事件が6月4日にあって、その時に天皇陛下が放置されて一気に、その制裁が解除された、うんうん、そのことが日本と中国の経済を逆転させる機会になった、うん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 、今度習近平を国に招いたら我々は中国の属国になりますと宣言するようなものになる、うんうん、これは、ね、象徴的なことなので絶対やっていかんって言ってるんですね。でそういうことに対しては、まあ、平和である近くの国と仲良くしなきゃダメだという、それがちゃんと作法に基づいてね、昔大陸浪人とかが大陣になりましたけど、本当に日本をアジアの救世主としていろいろ動いた人の行動を見てそうやってやってるならいいんですけど、ただただ仲良くすればいいというような、で戦いはダメだというような理屈で言ってますから、日本は非常に危機のピンチ土俵際に押し詰められている状況なんだと、うん、そういう危機感がですね、まあもうないんですよ日本には。なんかね、そのね、仲良くしましょうって向こうもね手出してないんだったらまだいいんですけど、明らかに量がおかしに来てるのに、そうそうそう、なんで仲良くしないといけないんだっていうことなんですかね。はっきり言うべきことは言わないかんのに、うん、とりあえず仲良くしますよ、うん、言う、でそれが商売につながってるんですから、全然それができない。私ね、その中国に関してはね、本当にね、ちょっとそのなんかね、例えばね、今のコロナに関してもね、イギリス型とかインド型は平気でいるのに、うん、中国型が言わせないとかね、そうそう、なんか中国型、ね、うん、中国だけはなんかこう特別扱いしようとするけど、うん、でもこの30年余り日本がこう中国とお付き合いしてきて何かいいことあったのかっていう、うん、製造業のあれは全部奪われて GDP が減っていく、日本はどんどん貧しくなっていってますよね。経済成長しないのも中国のせいだと思ってるんですよね。で安倍さんはだから去年、安倍前総理はそれをまあご存知だろうと思うから、去年も製造業も日本に返してこようという補助金も出して来られた、やっぱそこが本質だと思うんですけど、基本的にやっぱり脱中国が今日本が立ち直っていくための一番大事なキーワードだと思うんですよね。それをね、それをもっと声高に発信していかないとやっぱりいかんと思うんですよ。まあね、そういう一つの構造的なシステムの対応というのは、うん、今の川のなんか雇われ社長はダメなんです。そうです、そうです。やっぱりオーナー社長の昔の時はね、長期的にその戦略を組むことができたんですけど、はい、今も短期の利益を出すことが株主様のお示しだというふうになっているので、はい、改革ができないんですよね、はいはいはい、まあ、これが一つの大きな株主資本主義の結果なんですね。今回のコロナ もうひどい経済をどんどんダメにして、うん、そしてワクチンを打たせて、うん、いわゆる管理社会を作って、うん、日本を従属化させる一つのもう下地がどん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 できてるっていうことですね。まあ、本当に我々は危機の真っ只中にいると。なんか周り見ると平和だけど、とんでもないです。いやいや、危機の真っ只中にいるということを知ってますね。戦時中だと思います。はい、はい、もう情報戦というところに入ってると思います。実際ね、侵害されてますからね。侵害されてますね。
でさらに最近ちょっと私心配なのはその情報がもう今統制されて自由が利かない中に今度物の輸入が止まり始めているっていうのはものすごい僕心配していて、今あの材木が入ってこなくなってきてるんですよね、材木が。だからあの建設業が今ものすごくあの痛手をこもってて、あの去年の1年間は建設業はあの影響ないって言われてたんですけど、これから建設業も被害を受けていると言われてるんですよね。でもう一つあの半導体が入らなくなってきてるんですよね。で次は 何の品目が入らなくなってくるのかっていう、もうそういうあの状況になってきてて、これはあの大東亜戦争の開戦前の状況に僕似てきてるんじゃないのかなと思うんです、だから今は情報戦ですけど、このままいくと最後はひょっとしたらドンバチということになっていくかもしれない、そういう、まあ、ABC 法人も法人ならんね、そういうようなコロナ、コロナであの貿易ができなくなってくるんですね。そうだから本当に今一触即発の危険な状態にあると僕はもうすごい心配しているところなんですけど、なかなかあの国民の皆さんの中ではあのこのあのコロナが収束したら元の生活戻れるわというなんか楽観的なあのお考えの方多い、ワクチン打てば万々歳だというなんかそういう風潮になっているのが非常にこう楽観すぎるんじゃないかなという印象を受けます。桜子さんどうですか。いやコロナっていうこの全体のことも全部そのチャイナの戦略の一環だと思う、まあ、チャイナとまた反日というかそのグループの一環だと思ってるんですけど、それに気がつかない人の方もやっぱり多くて、コロナは別、それは怖いみたいな感じになってますけど、そこはそれを踊らされてる ところ もうチャイナに組みしてるんだってことを、そこを認識してほしいですね、本当に。したたかですよ、はい、諸葛孔明を生んだ国ですからねあのでその諸葛孔明、私ね中国の留学生に日本語教えてたんですよ。日本ってはね、いい国なんだよってことを知らせるためにね、本当にそう思うんですけど、ある日突然ね、その真面目な留学生がね、政治家はみんな嘘つきだとかって言うんですよ。で、嘘をつかない政治家教えてくれとかですよ。で、彼らにとって嘘はね、悪じゃないんですよ。嘘をついて、大統領を騙してやるということが、彼らの生き方なんです。それが彼らにとっては正義なんですよ。で非常に優秀な学生だけにね、みんな教えてるボランティアがびっくりしたんですよ。でもあこれが本質だと思ったんですよね。嘘はついて当たり前、日本は嘘をついちゃいけない、正直が全て、信用が大事だというやってますけど、まあ、それは日本の中ではそうだかもしれませんが、海外的には全くそれは賢ければ嘘つくっていう感じですね。嘘つけないのは賢くない。そういう国柄です。また何度かまた機会を設けてですね、佐藤さんがまたもう一つ今度は話も今後聞いていけたらいいなと思っておりますので、これを皮切りまたどうぞよろしくお願いしたいと思います。今日はありがとうございました、はい、それでは皆さん今日ご視聴いただいて誠にありがとうございました。また次回お会いしたいと思いますので、また次回お会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。すいません。